聖書の言葉をあなたへ「ハーベストタイムメッセージステーション」えー、創世紀の31章17節から読みましょうとりあえず17節から31説から ごめんなさい21節まで読んで、えー、メッセージに入りたいいと思いますそこでヤコブは立って彼の子たち妻たちをラクダに乗せまた全ての家畜と彼が得た全ての財産彼が,彼がパダン・アラムで自分自身のものとした家畜を追ってカナンの地にいる父・イサクのところへ出かけた。 その時ラバンは自分の羊の毛を狩るために出ていたのでラケルは父の所有のテラフィムを盗み出したまたヤコブはアラム人ラバンに内緒にして自分の逃げるのを彼に知らせなかった彼は自分の持ち物全部を持って逃げた彼は旅立ってユーフラテス川を渡りギルアでの産地へ向かったはいとりあえずここまでにしておきましょう さあ今日はヤコブ一家の逃亡ヤコブ一家の逃亡というタイトルです初めて今日来られた方のために話の流れをちょっと確認しておきましょう主人公はヤコブですヤコブがおじさんのラバンの家に気流生活を送りますそしてそこで二人の妻二人の そばめそして息子何人 ?10?11 人そうです。まだ12人目生まれてない。11人を得ます。合計彼は20年間そこで働いたんです。そしていよいよこれからカナンの地に帰ろうとしています。しかし彼は おじさんから相当痛めつけられてるんですから黙って帰っていくわけですねでちなみにカナンの地の帰還が神の時に行われてる神の時だっていうのは分かる3つの要因がありますね一つはヤコブ自身の思いです教習ですねふるさとへ帰りたいという思いが非常に強くなってるこれは内的革新と私たちが呼ぶものです2つ目 二つ目はラバンおじさんのラバンとその息子たちとの関係が非常に悪化してきたんです。これは私たちが外的要因と呼ぶものです。要するに環境です。そして三つ目が神ご自身から立ってカナンの地に帰れという命令がありました。これが私たちが言う御言葉の促しです。大事ですねこの三つ。もう一度言うと。 私たちもあることに着手するときにそれはまず内側に願いがあるかどうか二つ目は環境がそのように開かれてるかあるいは閉ざされていってんのか三つ目が見言葉による確証ですねこの三つによっていくわけですねもう一つあえて言うとそれは 周りの人たちからの励ましっていうのもあるんです。相談をして、そうだよ。で、ヤコブの場合は、それやってますね。奥さんに相談したら奥さんが、もっともだ行こうって言ってる。だこれはね、もう3つじゃなくて4つプラスできてますから。ですから、彼が立ち上がって帰るというのは、神の時が来た。20年で神の時が来たっていうことですね。今日この中に 神の時が来ているという認識を持っている方いませんかあることをするのにね、そうだ、神の時だ。神に立ち返る時だ。あるいはこのことに着手する時だ。今言った3つ、ないし4つの要因を考えながら今日のメッセージをフォローしていただきたいと思います。で、これから今日読んでいきますけど、今日の箇所は話の流れに沿って非常にドラマチックですね。動きが非常にあります。ですから、 聖書っていうのは新約聖書の福音書首都行伝までは非常にドラマチックですそれ以降になると今度は書簡になりますから非常にギリシャローマ的な論理があるいは神学的思索が展開されていくるでもそれまでは非常にドラマチック特に創世紀七世紀の時というのは動きが非常に活発ですで今日はその動きに従っていきますけど 第一のポイントがヤコブ一家の逃亡です逃げていく2番目がラバンの追跡ですそれは簡単には逃さないですあと追っかけてくるわけですラバンの追跡ってこれ怖いよだってヤコブは男一人とそれから女4人とあと子供たちプラス奴隷は何人かいたでしょうけどラバンの方が実力があるからバーッと追いかけてくるわけだ怖いですよ 3番目、ヤコブとラバンが出会って対決しますよ。これはね、殴り合いじゃなくて言葉の対決です。最後に、契約を結びます。これがギルアでの契約。ギルアでという場所で結んだんで、ギルアでの契約です。もう一回言うと、逃亡です。ヤコブ一家の逃亡。2番目が追跡。ラバンの追跡。3番目が対決。4番目が契約です。で、今日は、 どこを着地点にこのメッセージを聞けばいいのかですあの今回聖書この箇所読みメッセージを準備していて痛切に感じたのはねあの聖書の読み方っていうのは本当に不思議で例えばこの箇所は主人公は誰ですかヤコブだよね。でラバンはいわば脇役ですよ。ですから賞を出すとしたらヤコブが主演男優賞。 ラバンは助演男優賞ですよところが読み方としてね主演であるヤコブをもちろんフォローしていくんだけども自分にとって何かっていうふうに考えた時に逆に助演のラバンを中心に考えるっていう考え方も成り立つるんです。ですから今日僕は最後の着地点のところでラバンから何を学ぶかって話をちょっとしたいなと思うんですね。個人的適用としては 私はどうか私は祝福から離れていないかどうかというのは日本で最近行われたあの調査ではね日本のクリスチャン自分はクリスチャンだと思っている人が6%ぐらいいるっていう話じゃないですか、まあ、僕はその数字がどの程度信憑性があるか少しクエスチョンマークは持ってますけどもただ一つ言えるのはあのかつて教会に行っていた聖書を読んでた あるいは洗礼を受けたっていう人で離れてる人が相当数いるというのは確実ですよそう思わない思わない思うねもうちょっとはっきりと思うんだったら思うねそうするともしねそういう人たちがどっから離れたかを思い出して来週から教会に来始めたら直ちにリバイバル始まるよだから新しい人に語りかけるのも大事だけども 離れてる人をどうするかっていうことも非常に大きな問題だと思うんですね。そのことをちょっと考えたいなと思う。もう一つは、今度は今の個人への適用だけど、もう一つは教会への適用です。つまり、なぜ教会に力がないのかです。今の教会は祝福から離れてるとしたら、どこがどう離れてるのかということをラバンから学びたいなと思います。それが今日のメッセージの着地点です。もちろん、 ヤコブの心の動き行動は追いかけますよしかし着地点はラバンのことを中心に考えていこうとしているそれが今日のメッセージの大体の枠組みですね初めて来た方は驚くかもしれませんがここでは毎回儀式がありますそれはギアチェンジする時の儀式ですねこれで今日のイントロダクションが終わりましたのでこれから本論に入っていきましょうねはい Are ready? you いきましょうこの反応も毎週違うね力強さがねはい1番目がヤコブ一家の逃亡ですさっき読んだところ17節からもう一回見てくださいヤコブが何を持っていたか見てみましょう見てごらん今日はねあごめん逆にしちゃったこういうね文明の力があるんです そこででヤコブは立っってて一、はい、番何持いた読んで彼の子たちそれから妻たちクダに乗せたそれから次すべての家畜それから次これ彼が得たすべての財産それから彼がパダンアラムで自分自身のものとした家畜を追ってじゃないはいここでポイントは取ったものある 取っったもののなないっていうのはポイントなんだから本来はラバンは追っかける必要がないんです。ありがとうございます。やりやすいよねああいうふうに言ってくれるとねこういう人が23人いるとね教会活性化していきますよね全ての教会に一台っていう感じですねでここね見てごらん全ての家畜でしょ 彼が得たすべての財産これねあの家畜じゃないんだよね。ということはねヤコブっていうのは相当優秀なビジネスマンでね彼はねトレーダーですよ。要するに砂漠を旅するキャラバンと物々交換をしてそして富を蓄えるっていう才覚を持ってるねこれがこの言葉が意味してるもんです。で全部家畜を持って出ていきましたというところですね。さあ次行き先はどこですか はいカナンの父誰がいるの父・イサク何で母母誰だっけリベカ何で母・リベカって書いてないのリベカは死んじゃったんだだから彼がねあのカナンを出た時にもうそれがリベカとの最後の別れになったわけですねでもお父さんいるからお父さんと帰るねさあ彼が逃げた時の状況を見てみようね19節からラバンがどこで何してたかおじさんが気がつかないんだもん こう読んでみよう。ラバンは自分の羊の毛を狩るために出ていたのでラケルは父の所有のテラフィムを盗み出したはいラバンは羊の毛を狩るために出てたのいないわけ家にヤコブは何か盗んだラケルは何盗んだテラフィムこれは今から説明していくよ これが問題なんだよね。要するに、ヤコブは盗んでないの。で、ラケルは盗んでんのね。さあ、テラフィムっていうのは、ここに書いてあるね。これはね、ヘブル語ではね、複数形です。複数形。神々です。神々。で、テラフィムっていうのは、ちっちゃな偶像です。それは、家の、あるいは家族の守り神です。そうすると、ラケルが、 これを取ったというとあたかもラケルが偶像礼拝者のように見えるじゃない偶像礼拝者じゃないのこれは羽村美法典当時の羽村美法典にはいろんな判例があるんです法律の規定もありますそこの規定を読むとこう書いてあるんですね家の財産を相続する権利はテラフィムを所有している人に属するんだとだからテラフィムを持っていれば 財産の相続権を主張できるわけです。ということははい分かったねラケルは偶像礼拝者ではないじゃあなぜ盗んだのテラフィムをィムそうですそうですということは今は出ていくけどもいずれお父さんが亡くなってほら息子たちとの財産の相続権の争いになった時に再び帰ってきて テラフム見せてほらうちの夫のヤコブさんに権利があるよって言えるじゃないだからラケルは自分の知恵でお父さんのラバンの財産を自分の夫のヤコブにあげようと思ったわけこれが盗んだ理由ですまあね仕返してやろうと思ったんだよねいかにお父さんでもひどい夫にもってやるべきだだから私がこれを盗んどいて幸いお父さんいないからねこっそり あとで子供たちに持ってくればいいというのがここですよ。で結局ねラバンは遠いところにいるわけね。まあとで3日の距離で出てくるからそれ出てきたらまた話をね。だから逃げればね今逃げれば追っつかれるはずないと思ってるわけだけるわだから見つかるはずがないと思って鷹をくくってやってるわけですね。で皆さんにお聞きしたいあるいはお互いに確認したいのはあの神様って盗めるの 聖書の神様を盗んだ人だからね盗める神っていうのはどんな神やっていうことですよこれはおかしいよねだけどそれにしてもラケルはここで罪を犯してるの神を盗むという罪を犯してる面白い罪だよねこれはねそしてヤコブはどうなった次ヤコブは アラム人ラバンに内緒にして自分の逃げるのを彼に知らせなかった持ち物を持ってはいユーフラテス川を渡りギルアデの産地へ向かったこれはねヤコブが行く距離はどっからシリアから今のねシリアからユーラテス川を渡ってギルアデの産地っていうのは今のヨルダンですヨルダンの産地ですだからそこまで行ってそして今度ヨルダン川を渡れば今度はカナンの地に入るわけ。 ですから彼はシリアヨルダンイスラエルという距離を徒歩で旅行しているわけ群れを連れて子どもたち連れて奥さん連れて大変な旅だよねこれが当時の状況ですねそしてギルアでの産地っていうのはヨルダンの今の産地ですけどヨルダン川を渡る直前のところですもう川を渡る直前まで彼は来てそこにキャンプを張るわけですさあ それで一番目終わり。二番目。ラバンの追跡です。見てみましょう。ラバンが追跡していきます。映画でいうと、このあたりから B。B. G. M. がテンポが急に速くなります。そう,そうお、ありがとうございます。<laughs> いいね、これ。本当に教会に一台だね。はい。読んでみよう。はい、ここ。三日目に。 ヤコブが逃げたことがラバンに知らされたので彼は身内の者たちを率いて7日の道のりを彼の後を追っていきギルアデの産地でヤコブに追いついたここまではいまずねこの,この先に行く前にねラバンがヤコブが逃げたって聞いたのは何日目え三3日目ね 3日目だねなんで3日もかかったのそうそれはラバンが勝手に3日の距離を置いて群れ2つに分けたじゃん遠い方の群れに行ってるからこの3日っていうのは彼の自業自得の3日ですで自分がやったことが身に降りかかってきてるわけそして3日目に聞いて彼は追いかけるわけですラバンは何日行った 7日の道のりを行ってヤコブに追いついたわけです。ということはさあここで口頭数学の質問ですつまりラバンが追いついたのはヤコブが出てから何日目ブーヤコブが出発してから何日目にラバンはそれに届いただから「高等数学」って言ったんだよ。 もうちょっと知恵を働かして何日目を3日目に聞いたんだろう聞いて戻らなきゃいけないじゃんそうだよ13日だよだって往復で6日かかるんだよわかる出てから3日目に聞いて家に戻って準備するのに3日じゃんそこから7日の距離だからこれは13日目でしょうね13日目に追いついたわけです だいたいどれぐらいの距離かというと600キロそしてこれね普通ね普通あの追いつけない距離だよもう先に6日先に行ってるんだからでそれを7日間で取り返して追いついたわけだよなぜかなんで追いついたと思ううんそうヤコブがねスローだったの。 だそんな急いでいけないだろう家族抱えて群れ抱えてそうそう子供たちもいてってのね昔あの「ローハイドって映画あったでしょえらい古いけどねあの牛を追っていくねドラマがあんなの人間だけだと早いけど牛を追うのは大変じゃないそれと一緒だよ家畜追いながら行くんだもんラバン家畜なんか連れてきてないよ一直線に来てんだよだから追っつかれるわけですねここでポイントはほらさっきね あの主役と脇役の話でしたでしょう脇役にちょっと目をんじてみようラバンは何をやってるかこれよく似た記事が七エジプト時に出てくるのそれはイスラエルの民がエジプトを出て自由になってアラノに行ったじゃないその時にエジプトのパロはどうした追っかけていったじゃん追っかけていってもう一回奴隷にさせようとしたじゃんここでラバンは自由になったヤコブをもう一回追っかけていって再び 奴隷のような扱いをしようとして出かけていってるわけです。これは賢いことですか愚かなことですか愚かだよ。もう非常に感情的に動いてるね。しかも、もう判断力が鈍ってて、憎しみだけで、しかも何を取られてんのテラフィムを取っていったとんでもねえ野郎だって言うんで、も怒り狂ってるわけです。もしこの時に神様が介入しなかったら、 大阪弁で言うとチーミルでという世界ですね <laughs> 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 ところが神様がやっぱりちゃんとご存知なわけですよそして次ね追跡の途中で見てごらんここ <laughs> しかし神は夜夢にアランブ人ラバンに現れて言われたあなたはヤコブのことで事の善悪を論じないように気をつけよう事の善悪を論じるってこれは あの専門用語ですねこれはどういうことかというと「あなたはニュートラルで中間に立ちなさいと」とあるいは「あなたはヤコブを連れて帰れるように説得しちゃいけない」という神様からの警告の言葉です。でこれはね初めての現象じゃなくて今まで読んできたところでは創世紀20章の3節で神様がアビメレクという違法人の王様に 夢の中で現れて、そして、アブラハムの妻、サラのことに関して、警告を発してますね。神様が未信者に夢の中で現れて、族長昔はアブラハム、この場合はヤコブ、族長を攻撃してはいけないという警告を与えたのは、これで2回目です。そして、そのことは夜起こるわけですけど、ヤコブが、 ギリアでの産地に天幕を張ってるのを見て、ラバンもそこに天幕を張った。次見てみましょう。はい。ラバンがヤコブに追いついたときには、ヤコブは山地に天幕を張っていた。そこで、ラバンもギルアでの産地に身内の者たちと天幕を張った。うんラバンはね。身内の者、親戚、子供た達及び近所の有力者たちを引っ張っていったことだと思います。ここで天幕テント張ってるでしょ。夜なんです。 だからヤコブの群れがいるってのもわかるわけです鳴き声とか、ね、家畜の鳴き声とかいろいなことわかるだけど見えないからだからとりあえずそこに天幕を張って次夜が明けると次の朝対決するわけですすぐそばに来て天幕を張ったというところですねこれで追いついたラバンの追跡っていう第二のポイントが終わりですさあだんだんテンションが上がってきますね三番目が何ですか ラバンとのの今度は対決です、ね、言葉の対決決でですすね言葉ただラバンはね複雑だねここではどうして複雑かっていうと怒りに燃えてんだけどそれはちょっとブレーキがかかったねどうして神様がね論じるなとの善悪を論じるなってしたからだからイライラしてやっつけたいんだけどもでもフルにはできないってヤコブは。あごめんなさいラバンはね神様はすごく恐れてますよこの時何でかっていうと あのその神によって家畜が増えたっていうのは力知ってますからねじゃあ対決を見てみましょう26節からこれちょっと長いからあのここ26からねラバンはヤコブに行った何ということをしたのかこれは次の朝ですよ何ということをしたのか私に内緒で私の娘たちを剣で捕らえた虜のように引いていくとはなぜあなたは逃げ,逃げ隠れて私のところをこっそり抜け出し 私に知らせなかかったのか私はタンバリンやたてごとで喜び歌ってあなたを送り出したことだろう。<laughs> よく言うわねあのやっぱり僕らも日常生活でねこう,こうこういうふうになって大変だったんだった。言ってくれたらってよく言うじゃない。 だこうなる前にやってくれよお前からって言いたくなるけど、まあ、人間ってのはこういうやっぱり悪い性質あるね言ってくれたらしてあげてたのにラバンの場合は全くこれはね信用できないそれじゃしかもあなたは私の子供たちや娘たちに口づけもさせてくれなかったあなたは全く愚かなことをしたものだはいまずここまでしましょうあの内緒で逃げたことを非難してるんです非難の理由が送別会ができなかった ねえやりたたかった送別会もしないで逃げたっていうのは俺は隣近所に顔が立たんじゃないかそれから愛する子どもたち孫たちに口づけができなかったどうしてくれるんだあなたは全く愚かなことをしたっていうのが彼のポイントですこれ合ってる あってないだってヤコブは神の時に従って行動を起こしてるんです僕が29歳の時に会社を辞めて進学校行こうとした時にこの言葉をたくさんいただきました <laughs> あなたは全く愚かなことをしたもの僕は社長室に行って辞表を出して長い間お世話になりましたって言った社長がね全く愚かなことだ 君が一千年間伝道しても日本はキリスト教国にならない。君はハンバーガーを売りなさい。とこう言いました。<laughs> あの皆さんね、いいですか。神の御心に従って何か行動を起こすときに、周りの神知らない人はね、みんなこう言うんです。全く愚かなことをしてる。陸続けます。その次。でもこれ以上は言えない。これ、若干抑え気味に言ってるんですかね。 車で言ったら、ローギアぐらいで言ってるんです、これでもね、その理由、なぜローギアになってるのか、はい、私はあなた方に害を加える力を持ってるがって、ここでね、ちょっと本音がちらっと出るわけ、このために来てんだもん、ね、私は害を加える力を持ってるが、昨夜、あなた方の父の神が私に告げて、あなたはヤコブとここの善悪を論じないように気をつけようと言われた。 そそれはそうと、「あなたはあなたの父の家が本当に恋しくなってどうしても帰っていきたくなったのだろうがなぜ私の神々を盗んだのか」いやいや本音が出てくるわけですね。神様からの語りかけです。ラバンの願望はこれでわかるね。傷つけることです。それは神の介入があったんです。ラバンにとってはどういう神ですかああなた方の父の父神ってて書いてあるじゃん。 アブラハム、イサク、ヤコブの神。ラバンにとってはたくさんいる神々の中の一つですいいですかだから彼がいくら祝福もらっても彼の神ではないんですこれはたくさんいる中の一つの神としてしか彼は認識してないでその方が現れてヤコブがパダンアラムに変えるように説得しちゃいけないと言ったんだだからもうこれ以上言えないそれで彼はちょっと身を引いてね この言葉。それはそうと。ね。これ、わかるそれはそうと。あなた恋しくなったんだろうわかるよ、その気持ちはって。というのは、次、テラフに返してもらおうとするから、ね。わかるよ、その気持ち。本当違うじゃない。ヤコブはラバンから何度も何度も騙されるからもう逃げていってるわけじゃない。でところで、 それはわかるんだけどなぜ私の髪髪を盗んだのかテラフィムなんで盗んだのヤコブ知ってるこれ知らないなんで知らないのううそうだからラバンは恐れてんのラバンは将来ヤコブがこれを持って帰ってきたら子供たちかわいそうだと思ってるわけだからどうしても取り返さなきゃいけないそれを聞いてヤコブは何て答えてるかヤコブはラバンに答えていった あなたの娘たたちをあなたが私かかからら奪いいい。取りはししななとと。思ってて恐れたからです。全く信用してないラバンのこと次。あなたがあなたの神々を誰かのところで見つけたならそのものを生かしておきません私たちの一族の前で私のところにあなたのものがあったら調べてそれを持って行ってくださいヤコブはラケルがそれを盗んだのを知らなかったのださあこっからねちょっとサスペンス調になってくるわけですドラマで言うとねで知らないから大見え切れるわけです 取ってなんかいないでしょ調べてください。誰かが持ってたら持っていってください。恐ろしいのは。次ね。あ、ちょっと戻って。で、えー、そのものを何て書いてある生かしてはおきませんって、これぐらい確信があるわけですね。誰が取ったの最愛の妻だけど、見つかったらどうなるの死ななきゃいけない。ラバンだったら殺しかねないよ。 だからこの誓いによってラケルが殺される可能性が生まれてきたねまああんまりねどんな場合でもこういう言い方はよくないね僕らもねどんなに確信があってもね死んでもいいとかねあの死んでやるとかね謙遜に行かなきゃダメだねさあそれでラバンが 探し始めるわけですラバンのような性質の人ってのはパッパッパッと探すと思うネチネチ探すと思う <laughs> みんなよく知ってるじゃない <laughs> もう隅々まで探すんだよねあ見てみようね <laughs> そこでラバンはヤコブの天幕まずねヤコブから疑ったねその次レアお姉さんだそれから2人の 橋溜めの天幕にも入ってみたが、これでわかるね。当時は一人一人のために、女性のために天幕を失礼しているわけね。見つからなかったので、レアの天幕を出て、次どこ行くのラケルの天幕に入る。<laughs> ラケルの天幕にあるんだよね。ところがラケルはすでにテラフィムを取って、お父さん来たからね、危ないと思っ ラクダの蔵って相当大きいよ僕も何回か乗ったことあるけど馬の蔵よりもはるかに大きいですそしてその上に座っていたのでラバンが天幕を隅々まで探し回っても見つからなかったじゃあどういう条件かというとラクダの蔵があってラクダ休ませるため外してるからねその下に隠して自分が その上に座っていたの座っていたのもねちょこっと座ってたんじゃなくてデレッと座ってたんです <laughs> 絶対見つかんないようにデレッと座ってるわけですねでラバンはねラケル立てよその下見せろって言えばいいじゃないところがラケルは父に言ったここはやっぱり優しく言わない「父上 <laughs> 私そうそう」 私はあなたの前に立ち上がることができませんのでどうか怒らないでください。私には女の常のことがあるのです。これわかるよね。はい、彼は探したがテラフィムは見つからなかった。次そこでヤコバは怒ってラバンをとがめた。さあここの展開は何かというとあのこの地方の習慣では女性が。 月のものによる痛みがある時は立ち上がるのが大変なのでたとえお父さんが来ても立ち上がらなくてもよろしいというのがこの地の習慣なんです。うん。これどう聖書は書いてないけどラケルはこれは本当のことを言ってると思う嘘を言ってると思う,う、ね、嘘だと思う嘘だって書いてあるて本当かもしれないじゃない。 でこれは嘘,嘘の確率の方が高いどうしてかっていうとねあの聖書の世界観でもねあるいは当時の,あの異教徒の世界観でも女性の月のものの血液っていうのは汚れとみなされるだから汚れのある状態で偶像の上に乗っかってるってことはその血が少しでもつけば 偶像そのものが汚れに侵されちゃうんそしてそれが神々としての効力がなくなるからありえないことなんだ,、うん、だからねこれは嘘である確率が99%ぐらいだねラバンは昔ヤコブを騙したでしょラケルと結婚するって,って妹と結婚するって言った時に誰やった先に お姉さんを挙げてこの地方の習慣ではって言ったじゃん彼はこの地方の習慣を盾にとってヤコブを騙したのここでは彼はこの地方の習慣で騙されてるのだからねこれはね聖書的に言えば呪いには同じ種類の呪いが返ってくるってことこそしてついにラバンはテラフィムを見つけることができなかった それでもまだ怪しんでんだよどっかにあるって怪しんでんだよでヤコブはラバンに口答えしていった私にどんな背きの罪があって私にどんな罪があってあなたは私を追い詰めるのですかさあこれからヤコブが爆発させますねどういう爆発かはいあなたは私のものを一つ残らず触ってみて何か一つでもあなたの家のものを見つけましたか もしあったらそれを私の一族とあなたの一族の前に置いて彼らに私たち二人の間を裁かせましょう証拠があったら見せろよって言ってるんで、ね、こんなに証人がいるんだから次私はこの20年間あなたと一緒にいましたがあなたの雌羊も雌あぎも流産したことはなくあなたの群れの雌羊も私は食べたことがありませんでした野獣に裂かれたものはあなたのもとへ持っていかないで私が罪を負いました あなたは私に責任を負わせました昼盗まれたものにも夜盗まれたものにも私は昼は暑さに夜は寒さに悩まされて眠ることもできないありさまでした私はこの20年間あなたの家で過ごしました14年間はあなたの二人の娘たちのために6年間はあなたの群れのためにあなたに仕えてきましたそれなのにあなたはいく度も私の報酬を変えたのです もし私の父の神アブラハムの神イサクの恐れる方が私についておられなかったらあなたはきっと何も持たせずに私を晒らせたことでしょう神は私の悩みとこの手の苦労とを顧みられて昨夜裁きをなすったのですこれは神が現れたってことねはい、はい、じゃあこうまにしとこうもう一つ前にはいヤコブが言ってる内容を見てみますとあのヤコブのこの言葉を 見ていると羊飼いっていうのが決してめ,もしめめしい仕事じゃないっていうのははっきりわかるね。夜も寝れなないいぐらい大変な仕事あなたのめ羊も雌げも流産したことはないあなたの群れの雄羊を食べたこともないということは当時の羊飼いはよくやってたんですこれを羊を殺して食べたんです。野獣に裂かれたものは自分で 責責任任取った持った持ていけば責任はないんですあなたは私に責任を負わせた昼盗まれたものも夜盗まれたもの昼は暑さ夜は寒さに悩まされて寝ることもできない有様でしたでヤコブがこう言ってるのは再び羽村網法典の規定であの所有者と羊飼いの間に裁判沙汰になることが多かったんでそれでねあのちゃんとね規定があるんです。 まず羊飼いは所有者から預かった頭数の領収書受領書を発行しています何頭預かったよ一定期間預かったならばその期間が終わった時には自然増加する妥当な頭数の増加を達成する義務がある羊飼いはヤコブの場合はこれは猛烈なスピードで売買ゲームのようにして増やしたんですからそれから 何頭かは自分の食用にすることが許されていたんです。ヤコバはそれしな,いしなかったというでしょう。許されてることをやってないんです。ライオンで、ライオンに殺されたとか、落雷で死んだっていうのは、これは免責事項です。だから責任取らなくてもいいんです。ただし、不注意で死なせた場合は、10倍にして弁済する責任がある。これが当時のハムラビ法典です。 ヤコブはそういうことを下敷きに言ってるんです。つまり彼は法律で保障されていた権利を行使しなかった。ということです。それぐらいにあなたに仕えたのに、あなたはひどい。あなたこそ不誠実である。14年間2人の娘のために仕えた。最初は7年の約束じゃない、ラクルのために。14年になっちゃった。6年間はラバンの群れのために仕えた。しかし報酬が何度も変わった。 私たちはねあの出来事1回しか読んでないけど実は書いてないけど10回も変わってるここ見てくださいそれなのにあなたは幾度も私の方針を変えたのですこれ新海訳の訳です新郷土はあなたは10回もですでヘブル語の言語ではちゃんと10回になってますね10回変えたんだって数えてるわけですねヤコブはねそして神の介入がなかったら私は何も持たないで そのまま去っていたでしょう、はい、でここはね面白い言い方はねこう見て「私の父の神アブラハムの神次イサクの恐れる方が」ってこの言葉遣いね2回しか出てこない「イサクの恐れる方」これアブイサクの神」っていう意味なんだここと31章の53節だけですきゅ、えー、創世紀で2回しか出てこない言い方ですこれだけ言われたらさ,さすがのラバンも「 これはもううしょうがないよね。だって周りの人が全部いるところでこれ2人でやってるんじゃないのこれは全員がいるところでの要するにパブリックディベートです公の場の話でラバンはそれ以上争いとしないそれで契約に入るわけですはい43ラバンは答えてヤコブに言った最初はったりですよ彼必ずねはったり言うね最初ね 俺ににはでできるんだけどもでもお前のためにってこれもそうです。娘たちは私の娘子供たちは私の子供群れは私の群れ全てあなたが見るものは私の,もの偉いこと言うねこの人この私の娘たちのためにまたは娘たちが生んだ子供たちのために今日私は何ができようさあ今私とあなたと契約を結びそれを私とあなたとの間の証拠にしよう。 そこでヤコブは石を取りこれを立てて石の柱とした、はい、まずラバンはここで所有権を主張してますしようと思えばできるんだよお前をお前から取り上げようと思ったら取り上げられるんだよ俺の力から言うとできるはずがないだって神様やるなって言ってるんだけど今日は契約結ぼう互いに傷つけ合わないようにだからいかにもね彼が 恩恵を与えているように。契約結ぼう傷つけないようにしよう証となるものを立てようそれでヤコブが同意して何をしているかっていうと45節見てくださいヤコブは何取ってる石を取りこれを立てて何やった石の柱ヤコブは自分の一族に行った石を集めなさいそこで彼らは石を取り石塚を作った今度は小石だね石塚だから石塚 石の柱と石塚ができてこうして彼らは石塚のそばで食事をしたあの石を積み上げて塚を作るとこれは人為的にに動かさない限りりは何百年でもそこにありますあの。特に例えば、えー、マサダというところに行って上から下見ると2,000年前にローマ軍が宿営地を作った壁とかキャンプ跡がちゃんと見えますもん。 2000年経っても見えないだから石の柱を建てるとか石塚を建てるっていうのはそれはもうほぼ半永久的にそこに存在するわけですねそれが印なんで英語でウィッティネスという言葉があるでしょそれが証人になるわけ証になるわけそのそばで彼らは何してるこうして彼らは石塚のそばで食事をしたこれが契約の食事って言われるもんだ でその場所に名前を付けます。ラバンはそれをエガール・サハ・ドタと名付けた。ヤコブはこれをガル・エデと名付けた。エガル・サハ・ドタっていうのはアラム語です。ガル・エデっていうのはヘブル語です。石塚っていうのが石の塚。石塚っていうのはガルって言います。ヘブル語でガル。ね、エデっていうのは証です。 ガルエデっていうのののは石の束の証ですあるいは証の塚という意味です証の石塚ですねそしてその名前の意味を次こうそしてラバンは言ったこの石塚は今日私とあなたとの間の証拠であるそれゆえその名はガルエデと呼ばれたまたそれはミツパとも呼ばれた 彼がこう言ったからである。我々が互いに目が届かないところにいるとき、主が私とあなたとの間の見張りをされるように。じゃあそこまでちょっとしとこう。もう一つ名前ができたの。ガルエデ以外にミツパ。ミツパっていうのは見張りの塔っていう意味です。だからこれはこの石は証の石だよと同時にこの意味は 神様が見張りをしてて。くだださるんだよってこれはねあの普通契約っていうのは皆さんどうあの信用してない人と契約結びたい結びたくないよねこれはねお互いに相手を信頼し合ってない者同士の契約なんですだから強い警告が必要なんだ強い警告だから神を出してきて神が見張りになってくださるその意味は何かというと 石の柱と石塚が立っているところが境界線になるんですそして互いにそのボーダーを越えないようにしようもうこっちから行かないそっちからも来るなここで一線引きましょうなぜこんな契約になったと思うラバン何を恐れてんのこっちから来るなもうこっち来るなって,言ってこれ以上来るな関係たとうんでだと思う そう何を持っててくるのの恐れてんのテラフィム今日は見つかってないけどどっかにあるはずだったと思ってたら彼はそれ持ってこられたら大変だからこれ以上来んなってそこへ線引いたわけそして神が見張りをしてくれるんだぞ契約破るなよってヤコブの方は最初から関係ないからね見たくもないよお前こそ来んなって言ってるわけです <laughs>、ね、そして見てごらん次もしあなたが私の娘たちをひどい目に遭わせたり もし娘たちのほかに妻をめとったりするなら我々のところに誰もいなくても神が私とあなたとの間の証人であることをわくまえていなさいラバマはまたヤコブに言ったご覧この石塚をそしてご覧私があなたと私との間に立ったこの石の柱をこの石塚が証拠でありこの石の柱が証拠である敵意を持ってここだよこの石塚を越えてあなたのところに行くことはない あなたもまたこの石塚やこの石の柱を越えて私のところに来てはならないピリオと線引いちゃった行かないから来るな、ね、これでテラフィムがなくてもそれ持って帰ってくることを恐れなくてもよくなるわけですヤコブの方は関係ないもんねそこでこの契約が結ばれますどうかアブラハムの神ナホルの神彼らの父祖の神が 我々の間を裁かれますよヤコブも父イサクの恐れる方にかけて誓ったラバンがねアブラハムの神ってこれ合ってるよナホルってのはアブラハムのお父さんこの人は偶像礼拝者だからだから非常に不正確なのナホルっていうのは偶像礼拝者だからナホルの神じゃないの間違って言ってますラバンこれはね聖書に書いてあることは全部正しいというのが間違ってるということのいい例なんです。サタンが言言ってる言葉 不信者が言ってる言葉はよく間違ってますから,からここは間違ってラバンが言ってる例です。ヤコブも父イサクの恐れる方にかけて誓った。これがさっきの言葉です。そうしてヤコブは山で生贄を下げ一族を招いて食事を共にした食事をしてから彼らは山で一夜を明かした翌朝早くラバンは子供たちと娘たちに口づけして彼らを祝福したそれからラバンは去って自分の家へ帰ったさあ ヤコブは一族を真似て食事しています。ということは、ヤコブの子供たちも食事したんだ。だから、この契約の効力は、ラバンとヤコブだけじゃなくて、ヤコブの子供たちにも及んでるんです。これ以降、見てごらん。ヤコブの息子が11人生まれてて、もう一人生まれるから12人でしょ。皆さんに質問しますが、12人の中で、一人でも、 パダンアラムの親戚のとこ行って嫁さん見つけた人いるイサクもヤコブも必ずパダンアラムに行って親戚から目取ってんだところはヤコブの子供は誰も行ってないでしょということは北へ向かうベクトルがそこでもうストップしたんです。これからベクトルは南に向かうんですよ。カナン人の女と結婚して大混乱に陥りやがて出エジプトの ベースになるエジプトへのエネルギーに変わってくるこれが北のベクトルが南のベクトルに向かうポイントですここでヤコブの子供たちは北のサラのあるいはアブラハムのふるさとと完全に縁を切りますそして最後の節31の55これはね あのヘブル語ではね32章の一節になってるだら新ら深海ではこれを32の1にしてますだややこしいなあってごめんなさい新共同訳ね新共同訳ではこれは32章の一節なんですだからヘブル語聖書にのっとってやってるわけですねこれ面白いねラバンは誰に口づけしてる子供たちと娘たちに 口づけししてて彼らを祝福してんじゃんヤコブはどうなってるヤコブは無視してんじゃん最初彼はヤコブを歓迎した時はすごいよ走って迎えに行って彼を抱いて口づけしたってあるそれが創世紀29の1320年後見向きもしないで絶好状態になって帰っていきますさあポイントですこれ以降、 ラバンの名前もまたラバンが住んでいたパダン・アラムの家族の記録も聖書から完全に消えますそれはあの契約によってボーダーを決めて交流がなくなるからですこれでヤコブが約束の地に帰る準備が全て整いました結論です 今日はヤコブを見るけどもでもラバンの方がキャラクターとして面白いねヤコブはストレートで分かりいいよまだラバンは複雑な男だでも現,現代の世界を見ているとヤコブ的な人よりはラバンがあちこちにいるような感じがしますね今までラバンのような人が 何人か出出ててきたしこれ以降も出てくるよ私たちの記憶に新しいところではロトという人がいましたロトはやっぱり物を追求した人でアブラハムまたアブラハムの神から離れていきました彼が祝福を受けているのはアブラハムと共にいたからですつまりアブラハム契約を彼は 信じてそこにつながっているときは祝福を受けることができたのに離れていくと祝福がなくなるんですラバンもヤコブから離れるということはヤコブの神から離れることですアブラハム契約の祝福イスラエルを祝福する者は祝福を受け呪う者は呪うというあの原則がそのまま彼に適用されています問題の本質は神の祝福よりは やっぱり物質を求めたところにラバンの失敗がありますそのように祝福に近いのに離れてる人が新約聖書でも出てきますすぐに思い出すところではマタイの福音書19章16から22 19の16から22に止める青年の話が出てきます 律法はすべて行っています。永遠の命を得るためにそれ以上何をする必要がありますか。イエス様あの時に何を言ったか覚えてますか。もしあなたが完全になりたいなら帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていた。 去っっていった。この人は多くの財産を持っていたからであるこれはね救われるためには物を売らなきゃいけないというのを教えてんじゃないんですそんなすっとんきょうな解釈しちゃダメですこれはこの青年はね富に支配されたんです富が彼の神だったイエス様はそこを指摘されたんです富は神からの祝福ですだけどそれが神になっている悲劇をイエス様は指摘されたんです 結果どうですか。彼は悲しんで去っていったラバオはどうですか怒りながらそのボーダーから去っていったんですマタイの福音書7章21節でこういう言葉があります「私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく天におられる私の父の御心を行うものが入るのです」この箇所もすっとんきょうな解釈をすると人を苦しめる 聖句になるねカルト的教会ではよくこの言葉が使われますすでに信仰を持って洗礼を受けている人に向かってあなたのその信仰は何ですか主を主をというだけでは救われてないんです父の御心を行うことですそのためには牧師の言うことに従うことですとこういうふうになるわけです非常に巧妙ですねこの人はね最初から救われてないの皆さん だからクリスチャンに適用される言葉じゃないんだこれは言ってる主用しようと言ってるだけで信仰なんかない人のことですこれ最初から救われてないんだよこの人は極めて神の祝福に近いところにいるのに信仰によってそれを得ようとしないから神から排除される人ですロトも同じラバンも同じ止める青年も同じ言葉だけで使用しようと言って救われない人も救われてない人も同じ 全部祝福の源である神様から離れていった人たちです。教会はどうでしょうか今の教会になぜ力がないのかこのハーベスト・フォーラムね、東京の一つの特徴はヘブル的にユダヤ的に聖書を読もうということです。私は教会が力がない。 つまり教会がキリスト教が根なし草のキリスト教になってるから困難が来た時に乗り越える力がない一時的には花を咲かせてるように見えてもすぐに枯れてしまうなぜかというと根がないからポイントは神様が全人類を救おうとした時にユダヤ人を選んだんだ。アブラハム契約を与えたんだ違法人は。 イエス・キリストを信じる信仰によってその木に継ぎ木をされたんだという根の部分がはっきりしてくると教会は活性化し聖書が世界観として読めるようになるんですしかし教会はこのラマンと同じように線を引いちゃっただからユダヤ人はほぼ2,000年間にわたって違法人の教会から迫害を受けてきた今彼らは何て言ってるか知ってますか ユダヤ人は違法人と自分たちを区別する言葉を持ってるんでウィーって言った時はユダヤ人のことです They って言った時はクリスチャンのことです We と t とゼイですどこがボーダーラインになったのかそれは教会がユダヤ人はキリストを十字架につけた犯人だと言ってボーダーラインを引いちゃったところからお互いの交流がなくなって そして違法人教会のベクトルがユダヤ人に向かわないで別の方向を向いちゃったんです自分自身を向いちゃったんですだからぐるぐる同じところを回ってるんです愛する兄弟姉妹今の時代は神様が個人の一人一人私たち一人一人にもう一度ね信仰に立ち返れ余計なものをいろいろいろ積み重ねてきてるでもね 信仰により恵みによって義とされ神様から命をいただくんだというところに立ち返りなさい教会に対してはヘブル的ルーツに立ち返りなさいそして今も神はユダヤ人を通して全人類を救うという計画を放棄してないということこれを発見しなさいと声をかけておられる時代だと思います。ラバンは帰ってきましたヤコブも 南の方に移動します。この石の柱と石の塚がボーダーラインになったんです願わくは今日神の祝福と私たちの間にボーダーラインになっているものがあるならばそれを神様に今取っていただきましょうそして父なる神にイエス・キリストを通して立ち返ろうじゃありませんかお祈りをします 天の地なる神様、聖書の中には、いいところまで生きながら、そしてあなたの恵みを味わっていながら、誠の信仰に至ることなく、偽物を大事にしたために、その祝福から逸れていった人々の霊がいくつか出てまいります。ラバンもそのような人でした。 考えてみれば本当にかわいそうな人です。ヤコブの神が自分をどれだけ祝福してくれたかということを知っていながら、あえてそこから離れていき、聖書の記録からは完全に消え去ってしまいました。今、あなたと私たちと隔てている国境がありますならば、 どうぞそれを取り除けてください。お互いが生きし調和できるような環境を我らに与えてください。どうぞ、教会にかつては行っていたが今は行っていないという日本中にいる人々がもう一度自分が引いた線を乗り越えて神のもとに立ち返ることができますよ。 教会自身がヘブル的ルーツに立ち返ることができますように歴史の中で引いてきたボーダーラインを今精霊の力によって消し去ってくださいあなたの御心がなりますようにあなたの祝福があふれ出る環境をどうぞあなたが今作ってくださるようにお願いをいたします 主イエスキリストの御名によってお祈りしますアーメンご一緒に祈りましょうどうぞ今あなたの祈りを捧げてくださいメッセージステーションをお聞きくださりありがとうございますこのメッセージのアウトライン聖書研究ツールはハーベストタイムのホームページ www.harvesttime.tv にございますまた 最新情報をメールマガジンでお届けしています。ホームページでメールマガジンにご登録ください。